はい、どうも、水ログです。今日は、まあ来年だね。まあ、今年も8月が終わるわけだけども、まあ、この動画を撮ってるのは8月の25です。はい。で、今は JA の、JA 富良野のヘルパーリレーの寮から撮ってます。で、まあまあまあ。で、今僕の状態として、まあブログ書いてるほど時間ないんで、まあ時間よりかは体力がない。農作業で疲れちゃったから、まああとは 来年に向けての動画というか、まあ来年に向けて、まあ何をどうするかっていうのをちょっと自分でごちゃごちゃ喋りながら、まあ考察するっていうようなぼんやりふんわりした、誰に向けた何でもない、まあ自分に向けたちょっとしたブレインダンプ的な動画になります。まあ別に見られてても見られてなくても別に構わないんで、まあ暇を潰せない人だけが付き合ってくれればいいかなっていう感じです。まあ今は2021年の8月25かな。で、そして、まあブログタイトルは、季節労働、二足のわらじっていうのがキーポイントなんですけど、まあコロナで、それらをちょっと変えなくちゃいけないかなっていう感じになってきてます。あ、これ炭酸水ね。で、二足のわらじ。まあ、あと、外ごもりプレイス来年オープンに向けてっていう、まあ、結構、頭の中ごちゃごちゃしてるから、こういうことを、ちょっと、まあ、頭をブレインダンプではないけど、まあ、余計なものをちょっと整理していこうかなっていう感じです。で、まあ、ブログの方では、今年の目標としてね、外語もリプレイスオープンとか、英語の英検準1級とか、ゲームサイト作るとかいろいろあるんですけど、まあ、それらは叶わないというか達成はできないっていうふうに思ってます。まあ、やればできるんで、まあもちろんそのやってないからだろうっていう正論はもちろんあるけれども、まずまずまず、俺だって人間だからさ、そこまでね、気丈なわけじゃない。で、今までの僕に欠けてる部分として、やっぱり自分の生活の基盤である家っていうものがないから、まあ、英語の勉強もやっつけでやって、英検2級まで取れたけど、それ以上が、3回やっても、取れてないっていう状況なので、やっぱりですね、俺も正直疲れてきてるんよ。マジで。で、何に疲れてるかって言ったら、やっぱりこうやって寝なし草だよね、わかりやすく言えば。こういう自分の家とか落ち着ける場所を持たないで、まあいろいろ。やってるっていうのも、疲れたし、それいう状況だと俺はできない人間だっていうことに気づきました。中にはね、離島とバイトで住み込みでやりながら、住み込みで仕事終わった時間を全部アフィリエイトに当てたり、FX に当てたり、ブログに当てたりで、できた人っているんだけど、どうやら俺はそこまで器用なやつじゃないらしい。なので、やっぱりその外ごもりプレイス、まあシェアハウスなんだけど、兼自分の城だよね。そういうものを、やっぱり安定させて いかないと自分も安定できないので、で、あとは自分の、
あ、いてててててて。実現したいね。生活を実現をした方が、やっぱりいいと思う。一旦ね。なので、まあ、この後は、四国へ行きます。来月ね。9月からは僕は四国にいるんで、うん。まあ、あとは、外ごもりプレイスに関しては、やっぱり最低限で、オープンすればオープンできたはずなんで、そんな感じかな。で、今終わってないのは水道管なんで、水道管の修理が、修理費用を払えないから今こっち来てるわけで、まあ、それを払うためと、まあ、来年こそは、ちゃんと自分の人生の設計通りに、5月、うん、6月、7月くらいにオープンして、まあ、11月末か10月末、あ、10月末かな。で、一旦クローズして、プレオープンだから。で、まあ、ちょっと様子見てみようかなっていう感じにしてます。その際に宿泊業を取るかどうかっていうのも、今すげえ疑問なんだけども。で、まあ、あとは、やっぱり自分が思ったことっていうのを実現させてみるべきだよなって思ってます。で、自分が実現させたいことっていうのは、やっぱり僕自身が通年働きたいわけでも通年働けるわけでもないです。うん。やっぱりどっかで飽きちゃうんですよ。で、まあ中には仕事に飽きるっていうのは何事だっていう話もあるけれども、使えることを突き詰めるっていうつもりが鼻くそもないっす。マジで。だって使えることってさ、やらされることじゃん。ね。で、やらされることが増えて増えて来るってことは仕事が早いってことだけど、俺それはね、理想ではない。むしろやめたいことだから、だってそうでしょ？自分に主体性がない、主体的に自分のやりたいことをやって、ね、まあそれはお金になるならないは別として、YouTube の一時期流行った、好きなことだけで生きていくではないけど、なんかやっぱりそのやらされることは、を、習熟していったり、いっぱい覚えていってできるようになってくると、結局また増やされるから、まあいいかなって感じだし、やっぱり自分が自分で主体的にやりたいことをお金にできないかなっていうのは正直ずっとあったからさ、思ってるわけよ。うん。あとワーホリをやってた時にね、バックパッカー界隈で日本に戻ることを監獄に戻るって言うんだけど、やっぱり、その自分の貯金残高と時間がイコールっていうのも寂しい気がするんよね。だから、まあそれは自分の自己救済になるけども、まあ、そのために一歩踏み出したし、そのためには誰かに何かを提供するっていうことはやっていくけどね。まあ僕もかつて、ね、四国の、ね、苦しんでる人とか、自殺したいっていう人の相談に乗ってたお坊さんのところにふらふらと行って、まあ、一緒に生活をしてもらってさ、今があるわけで、だから外ごもりプレイスっていうものをやろうとしたわけよね。でも、間抜けな話、風呂桶の下の水道管の破裂は見抜けなかったから今出稼ぎで、やってるんだけども、まあ仕方がないよね。今年はそんなにね、秋田も関東祭りが中止になったりとかさ、まああんまりシェアハウス日和ではないよね。あとは民泊日和でもないし、今年はね。でもまあ、中間報告というか、実際にツイッター経由でお金ももらってるからさ、やっぱり誰かのためにやることって楽しいって思っ、楽しいの、
かもしれないし、実際にそのお坊さんも言ってたからね、誰かのためにがあった期間はすごく楽しかったし充実したなっていうのは話聞いたからさ、うん、だからまあどういう動画かって言ったら誰に向けた何でもないただの自分の動画だけど、まあ来年外ごもりプレイスどうしようかな、民泊っていうか住宅宿泊業であればね、トイレの増設がね、外せないわけよ。あとは客室の仕切りでしょ。で、あと SFA トイレって言って、小スペースで設置できるトイレを今考えてんだけど、それね、汚水管パイプじゃなくて排水パイプでも設置できるんよ。なんでかって言ったら、圧力と水圧でこう、ね、流す便をこうバーって流すから、直径が10センチなくてもね、5センチとかそれくらいの径があれば、汚物流せるんっては言ってたけど、結局さ、ポンプとか、ポンプの中でこう、排泄物をカッターで砕いて、水圧で送るらしいんだけどさ、排泄物ってさ、また砕いたって、中でくっつけばペチャンってなるじゃん。だからそこら辺も、疑問だしさ、どうしようかな。で、あと残ってることは換気扇の取り付けだよね。あと窓とかさ。客室の仕切り。で、あと天井断熱よ。で、これ天井裏でやるのか、天井でやるのかっていうのもあるしさ。まあ、あとは VVF ケーブルの電気配線。これがまあ、一番の課題で。で、あとは軽装土を、まあ実際に、ね、もう一回塗るのか。と、あと書斎の部屋作り、窓の修理、ウッドデッキ作り。これがないとみんな布団干せないし、バーベキューとか、きりたんぽも食えないよっていう話ですね。で、あと玄関前の屋根支える単管パイプ。まあ単管パイプでいろいろ雨どいの代わりに雨の水を落とすところを変えていかないと、ちょっとあの家まずいんで。で、あと汚水マスの蓋に保護する何かですね。まあ実際この間友達が来て普通乗用だったけど、あれ、蓋踏んでたからさ、ちょっとあれどうかなっていう感じ。まあこういうアイデアもなきゃいけない。あとは水道直すでしょ。でもこれ一番先にやらないとダメだよね。あと架橋ポリとかで、サヤっていう、サヤヘッダーって言ってさ、架橋ポリで一本の水源をタコ足配線みたいに、こうバーって、いろんなところに送れるやつがあるんだけど、それをやってみようかなっていう感じですね。まあこれも20万以上かかるんだけど。でまああとは、ガス使わないから IH かな。石、あと庭の石を全部砕いて砂利にするから、金鋼ドリルとセリアっていうのでぶっかかないといけないし。あとは、納屋の土盛りもやんなくちゃいけない。ブラック&デッカーのドリル直さなくちゃいけない。駐車場の壁も壊す。台所の水道管の養生もやるから、まあ、水道、台所のあの、ね、流しとか全部外さなくちゃいけないしな。セメントで固める。まあそうだね。駐車場の土地も、まあちょっと駐車場は拡張しなくちゃいけないから、電話してね。買えそうな土地があるから、ちょっとそれも聞かなくちゃいけないけどね。値段だけ。なので、まあいろいろだよね。まあ、引きこもってて辛い人たちに対してやるから、まあそのメリットとしては、ね、嫌なことあったらうち来いよっていう竹原ピストルの歌があるよ。竹原ピストル好きなんだけど、嫌なことあったら外ごもりプレイスに来いよっていうのと、あとはチャリをね、ロードバイクっぽいのを買って、いろいろみんなでサイクリングして行こうぜっていう感じの売りのシェアハウスにしようと思ってますっていう感じの、まあ、まとまんない悩みでした。ではでは。